はい、どうもパラピーと申します。今回は非ニュートン流体の紹介です。非ニュートン流体ね、力を加えた時、流体に力を加えた時にめちゃくちゃ硬くなるとか、逆に柔らかくなるというような少し変わった反応を示す流体のことです。流体力学では、流体はニュートン流体と非ニュートン流体に分類して考えていくんですけど、ニュートン流体の方は水とか油とか、比較的小さい分子で構成されている液体とか、あと空気とかですね。例えばお湯を湯船に張って手でかき混ぜる時とか、イメージしてもらったらいいんですけど、かき混ぜるスピードを大きくすると、手がお湯から受ける抵抗もスピードの分だけ大きくなるような感じがしませんか？流体を変形させようとすると、お湯でかき混ぜるということは形を変えようとしているということなんですけど、流体は抵抗を示すんですよね。言い換えると、変形させるのに力が必要ということになるんですけど、この抵抗が、変形速度、かき混ぜるスピードに応じて線形的に増加する流体をニュートン流体と言います。速度を2倍にすると抵抗も2倍になるといった感じですね。これに対して非ニュートン流体は変形速度を2倍にしても、抵抗がそれ以上極端に大きくなったり、思ったよりも大きくならないといった、線形ではない反応を示します。片栗粉を水に溶かしたやつ、水溶き片栗粉とか多分知ってるんじゃないですかね。ああいうの有名ですよね。 YouTube にも水溶き片栗粉に鉄球を落とした動画とかありますよね。一瞬水面に鉄球がゴンって当たって、でその後ターミネーターみたいに沈んでいくやつですね。あれは、加える力を大きくすると抵抗が極端に増加するっていうタイプの非ニュートン流体ですね。逆に加える力を大きくしても必要な力はそこまでいらないようなタイプの非ニュートン流体もあります。界面活性剤なんかがそうですね。洗剤とか洗剤に手を突っ込んでかき混ぜるなんてことまずやらないんで、実感は湧かないと思うんですけど、はい。ということで、今回はニュートン流体と今言った洗剤みたいなタイプの方の非ニュートン流体でのそれぞれについてシミュレーションをしてみました。まずはニュートン流体の場合からです。左から流れが入ってきて、円柱、これ奥行き方向に伸びてますに当たって、その後流れがどんな様子になるのかシミュレーションをします。今お見せしている青色の面はその場所その場所の流体の速度です。流速分布ですね。最初は全域で秒速 0.1m、 10センチかなとします。水を左から流しているって考えてもらって結構です。暗いところほど遅く、で明るいところほど速いっていうことを意味してます。流れ始めるとすぐに円柱の背後が暗くなって流れがよどんでいることが分かりますよね。そしてもう一つ、それに重ねるようにしてこの灰色の帯みたいなものも表示させてます。これ何かっていうと、流体中の渦の構造を見やすくしたものです。帯の形に渦があるっていう風にイメージしてもらったらいいかなと思います。ちょっとね、序盤なんですけど、あんまり変化がなくて見栄えしないんですけど、徐々に交流が上下に揺れ動き始めます。でそれに伴って渦がポツポツと発生し始めてますよね。こういう円柱を過ぎる流れって面白くて、流れの条件によっていろんな特徴的な流れ方をするんですよ。また別の動画で紹介します。はい、これがニュートン流体の場合
ですね。ここでちょっとイメージしてください。今は水を流していたとして見てもらいました。じゃあこの水を洗剤に置き換えて同じ条件で左から流してみると流れはどうなるかっていう問いですね。その時に今意識してもらいたいことは2つあって、1つは洗剤の方が水よりもドロドロしていること、でもう1つは洗剤は非ニュートン流体で変形を受けた時の抵抗が水とは違うということです。ドロドロしていることについては流体力学的に言えば洗剤の方が粘性が大きいということになります。粘性が大きいと洗剤の方が流れが乱れにくそうな気がしませんかね。例えばそうですね、水道の蛇口から水が勢いよく出てきた時と洗剤が出てきた時、ないですけどね、どっちの方が軌道が乱れそうかって考えてみてください。水はなんかバシャバシャ出てきそうですけど、洗剤はとろーっとして乱れずに綺麗な軌道で出てきそうじゃないですかね。これが粘性の違いですね。じゃあ洗剤が円柱に当たったらどうなるか。洗剤は非ニュートン流体です。で、非ニュートン流体は変形を受けた時に特徴的な反応を示すということを最初に言いました。円柱で言えば円柱にぶつかった時に流体は変形しますね。円柱に当たった部分は表面を伝うように流れていくんで大きく流れの向きを変えることになるし、これに対して円柱から離れた部分はあんまり変形しないですよね。ちょっと外側に向きが変わるぐらいかな。要は場所によって変形の具合が変わるということです。洗剤がただドロドロしているだけであれば水よりも乱れなさそうですが、さあどうでしょうか。最初のうちはほとんど同じなんですけど、非ニュートン流体の方は交流が上下に乱れ始める前から渦の放出が始まってますね。そして上下の振動が始まるのも早いです。洗剤の方がドロドロしてるけど粘性が変化することの影響で流れが乱れ始めるのが早いということがわかります。流体力学的に言えば洗剤の方が見かけのレイノルズ数は小さいんだけど流れは乱れやすいということができます。洗剤は変形しようとすると粘性が小さくなるタイプの非ニュートン流体です。ニュートン流体に比べてこの特徴は実用性で見ても結構大事なポイントになっていて、例えばブルドーザーとかショベルカーみたいな働く乗り物って、重いものとかすごいパワーを出力することができますけど、ああいう建設機械の内部って、管がいっぱい入ってて、その中に油が入ってるんですよ。で、大きなパワーを出すときにその油が管の中を流れて、すごい圧力を持ったりして仕事をするんですけど、すごくパワーが必要だから、その分油にも大きな力が加わるということになります。で、その時に、粘性を持ってるので流体はその粘性による抵抗もバカにできないっぽいですね。エネルギーのロスがあるということです。できるだけ管を分岐させないようにするとか曲がった部分をなくすとかして形を工夫したら抵抗を減らすこともできるんですけど、もうそういう研究はやり尽くしてしまったっぽいですね。なのでもし油に界面活性剤をちょっと混ぜていい感じに抵抗が減るような油を発明することができればエネルギー効率上がりそうですよね。あとは空調、エアコンとかですね、あれは中にガスが入っていて、でそのガスがエアコン内部を循環しながら部屋の空気と熱のやり取りをして部屋の温度を調節してるんですけど、循環する時の抵抗もやっぱり電気代の一部になってるんで、抵抗を減らすようなガスを発明できれば電気代も安くできそうですよね。
ただこういう話、どういう非ニュートン流体を使うのが一番抵抗が減るのかっていうところはまだはっきり分かってなくて、今も研究が続けられています。多分企業さんとかがやってるんでしょうかね、実際に製品を作っている。はい、今日はこれでおしまいです。いかがだったでしょうか。これからも流体の面白さを伝えられるような動画をアップしていくんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。